サスケ、お前に剣を教えて今日で何日になる？今日で8日目です、師匠。そうだ、今日までの教えを振り返ってみろ。はい。素振り旋回、八体寺、滝行、野犬との決闘、断食、逆さ釣り、師匠との無限打ち込み稽古。もういい！それでどうだ、タスケ。お前少しは自分が強くなったって実感はあるか？はい、ありません！ふざけんな！うい！そうだよ。なんで強くなってねえんだよ。成果が全然見えてこねえじゃねえかよ。この俺があれだけいろいろ教えてやったのによ。だって師匠、思いつきで無茶なことばっかりさせるから。思いつきじゃねえし。僕思ったんですけど、きっと師匠は人に何かを教えるの向いてないんだと思います。なんてひどいこと言うんだてめえは。ごめんなさい。でも8日も一緒にいたらわかります、この野郎。あと口が悪いのも直した方がいいと思います。師匠はせっかく綺麗なのに残念です。残念とか言うんじゃねえよ、顎砕くぞ。苦しい。でもほら、そういう言葉遣いですよ。それじゃあ時々ここに稽古の様子を見に来てくれるお兄さん、あの人にも嫌われちゃいますよ。なんでそこであいつの話になる。えだって師匠、あの人に認めてほしくて僕なんかに付き合ってくれてるんでしょ。おま、分かってて。いや違うぞ、そんなんじゃねえ。助け、くだらん問答はもういいからかかってこい。いきなりなんで。もともとそれが言いたかったんだよ。ってことで今日で修行の最終日だ。さすがに飽きてきじゃなくて、そろそろお前も独り立ちしていい頃合いだからな。それってつまり、あのクソガキにお前一人で挑むんだよ。さあ卒業試験だ。俺に人たちでも浴びせることができたら合格だぜ。怖い。これが本気の師匠。いや、全くこれっぽっちも本気じゃないけど。安心しろ、真剣じゃなく木刀で勘弁してやる。さあ来い、男だってところを見せてみろ。